通で。ナイーブな若者みたいな。まあ、なんか分かったような。なりましたが、時間もあんまりないので、皆さん直接何か質問があれば、今の絡みでもいいし。変なこと言っちゃったら、報酬にちょっとあの重たいっぽい言葉を発してしまったら、マナーとか言ってよ。マナーとかね。やっぱりそのエッジなんですね。ルールでもないし。エッジ、エッジですね。変な感じあるんだね。車乗ってるとここでハザード出す。そういうのあるから、なんていうの、こう横から入るときには順番に交互に歩きましょうとか、それは確かに。どっかで決まってるわけでもないし、文字化されたものをどっかで見たこともないし。けどなんとなく共有してる、まあ、マナーみたいなもの、まあそういうことを言ってるのかな。さっきの文章に近いとなんか、なんだっけ、こう綱引きとかいうのも終わりが分かんないっていうのも古いお祭りであるらしくて、あ、そうなんですか。うん、終わりが分からないけど終わりがある。負ける方がもう負けたと思うから、まずやる。うん、あ、この行為に関して言えば、あの勝敗は決めたから。うん、なんでこと僕が作った行為だった。はい。はい。あ、じゃあ、サングラスは、はい、あの最初からつける予定で。できればつけたかったんですけど、照明の加減でどうにかわからなかったので、一応持ってきて、これいけるぞって。できればつけたかった。あとはあの、バーガーのタイムを、まあ、自分で設定して、セッションしてみようと思うんですけど、その時間が進んでることをそんなに意識しながら演奏するんですか。あのね、それとも、終わりの方になっても終わるなみたいな。設定するときは、うん、まあ、今日だからちょっと手持ちのネタが少なかったので、あの、まあ、トータルでやっぱり20分切っちゃうと、まあ、お前も払ってきて見に来てくださった。でも、脳裏に浮かんで。いやいや、それは、脳裏にはその時は浮かんで。初めに脳裏を決めよう。最初に。はい、で、今日は確か13分ぐらいに出てきた。で、あ、もう、いや、ちょっとね、あんま覚えてないな、これ。これ結構雑なんですよ、これ。で、途中の10分ぐらいは、あの、全く、気にしないで、うん、気がついたら、あと2分ぐらいでしたね、今日。うん、いや、だと思いました。なんか、それを気にしてやってたら、もう落ち着いて、もうセッションができないから、終わり頃、なんだろう、や、結構、のめり込んで、最後の方に、もうそろそろ終わるんだなって気づいて、サングラスもね、そういう意味があると思うんだよね。いや、普通に恥ずかしいですか。いや、なんかもうバレバレっていうか、サングラスのこと知ってるから、サングラスだからかけてるんだよなみたいなのはあったんですけど、あのかけてる方がいいと思いました。いや、あれから俺も変わったんだけど、それでもね、だから違うステージに。いや、どうしてもナイーブさが、にじみ出てきちゃうキャラクターだと思うから、なんか、ナイーブしてるナイーブみたいな。だから、ナイーブが2個でステップが1個みたいな感じでした。ナイーブスト
ストイックないいや普通にさ面白いんだよ鏡で見て見たっていうのを鏡でサングラス買って見るといいですよ誰の顔も見えないやつ多分誰の顔も見たくないんじゃないいや、責められてるみたいな。いや、責めてるんじゃなくて、いや、ナイブだから。ないですよ。でも、あんまり、その、修復をやるときに、外側をそんなに感じてはいたくないのかなと思って、サングラスのことも、タイマーのこともあるでもね、それもね、あれなんですけど、多分、完全に、その、シャットアウトすることなんで、とは思う。割と半分自分で楽しい。ちょっとだけ見えて、っていう感じ。あ、はい。最初の曲って言ってるのか分かんないけど、曲感がまあ、まああったから、1曲目、2曲目って今言うけど、その1曲目の時は電光掲示板と、まあ、なんていうか、ある種セッションして、で、2曲目タイマーで、まあ、まあ、なんていうか、だからまあ、音だけじゃなくて、まあ、外部装置使って、まあ、セッションしてるっていうことなんだけど、その1曲目と2曲目のなんかこうアプローチ変えたのは、なんか元々どんな感じなんのイメージっていうか意識っていうか、元はというか、全部電光掲示板でやろうと思ったんですよ。ただあのさっき言った文字移動が、なんか勢いづいちゃってた、走る笛が、字が増えちゃって、機械に入れなくなった。そしたらできなくなっちゃったからどうしようかなと思ってて、でこのバーガータイムっていう曲でそもそもこれを使おうと思ってたんですね。で、この最後のニューってなる音を使おうと思ってたんだけど、よく考えてたらチッ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 って言ってる方が面白いなっていうことがあって、なんだろうな、パフォーマンスっていう割と、はっきりしない。それによって音を変えたりはしないんですか。その例えば電光掲示板があると音は掲示板から音は出ないわけで、うん、だから言葉と音のこのセッションがある、うん、で次のバーガータイムの場合はそのままチチチって音が出るわけで、まあ、そこでちょっとなんかこうなんか意識が変わったりしたとか、まあなんかやってみてってことだと思うんですけど、そうなんかありました。今日、うん、あのね、どっちがいいのかな。言葉がやっぱり難しすぎるね。ああ、ちょっと全然なんか相手にしてくれないっていう気がしない。また全然さ、肉声だと違うしさ、それは分かったんだよね、うん、何かだから今すぐにどうこうっていうのはちょっと言えない。あとね、だから僕だから高橋英雄って言われましたけど、あのボットンボーイっていう名前があるんですよ。で、ボットンボーイ&サービスっていうバンドがあるんで、そのバンドが今回はこのバーガーとあいつだって話で、まあ、なんかゆくゆくダンス乾杯みたいな。え、ダンスするんですか。一緒に。ミュージシャンと、それいるんですかね、ミュージシャンが8人、ダンサーが12人の20人のグループとか。それ、まあ、知らないです。なんか、やめてもらえると思う。他にあります。はい、はい。今日の、じゃあそのパフォーマンスのテーマじゃないけど、そういうのはじゃああんまり ないっていうか、本人がさっきの最初のなんか話の途中で出てきたけど、やってみてどうだったかっていうのは知りたかったみたいな